限界オタクお嬢様、あやつじアリスー、はーい。やあ、せつなきですでよ。ミラノ州、元気しとったがの、バックステップの神様じゃ。誰だお前。え、わしのこと忘れたか。いや、お前が呼んだんじゃろ、お前。バックステップの神様じゃ。あ、バックステップの神様さんですか。チュース。いや、でもね、バックステップの神様さん、なんか、久しぶりですね。2年ぶりぐらいですかね。そうじゃな。お前の動画に出るの、めっちゃ久しぶりじゃからの。前、何の動画に出ました。忘れた。忘れましたね。はい、というわけで今回はね、この限界オタクお嬢様、あやつじアリスっていうゲームをね、バックステップの神様さんと一緒にやっていきますんでね。よろしくな、みんなの。みんなわしのこと覚えとる？覚えとるかどうか言われたら覚えてないと思うわ。うん、バックステップの神様です。はい、バックステップの神様さんです。で、このゲームどんなゲームなんじゃ。これはね、オタクのお嬢様の地雷を踏まないようにうまいことくどいていくゲームです。そんなゲームあるか最近。はい、フリーゲームの世界ってね、結構何でもありなんです。それとね、もう一人ゲストの方をお呼びしてるんですよ。なんじゃゲスト、もう一人おるのか。はい、出てきて。はーい。というわけでね、今回のゲスト、お絵の中のあやつじアリスさんです。お前の中でって何。このゲームのあやつじアリスさんを俺の中で表現したものがこれになります。はい、そうです。私が鈴田健介さんの中に現れし、あやつじアリスです。なんかケッタイガン出てきたよ。ケッタイガン出てきたよ、これ。ケッタイガン出てきましょう。こんな動画ですよ。始めますよ。先が思いやれるわ。はーい。はーいしか言っとらんけどな。あとお前、俺は人なんか声かぶっとるからな。この作品ではスロット1にオートセーブされますわ。嫌な方は設定コマンドからオフにしてくださいまし。こっからお嬢様っぽい喋り方なんですな。そうですね、こういうお嬢様っぽい喋り方が来られたら、あやつじアリスさんに呼んでもらいましょうか。はい、呼びます。私呼びます。けったいな声しとるな、こいつ。あなたもね、シフトキーでもセーブを開ける。あとコントロールキーで文章を早送りできる。ストーリーとかあるんか。あるみたいですね。第1話から第3話。へえ、なんか細かくシチュエーションがあるんですね、これ。はあ、まあ第1話から見ていくよな。だってね、あやつじアリスさん、よろしくお願いしますね。はーい。はーいしか言ってないからこれ、こんな。この女さっきから、はいから、はいしか言ってないからな。はいはい、やっていきますよ。推しが死にましたわ。いきなり死んだ、悲しい。アニメとかでよくあるね、推しが死んだら悲しむっていうね、なんだったっけな、某昔のアニメではね、推しが死んだだけでね、そのキャラクターに対してのお葬式が行われるようなやつもありますからね。確かゴッドマーズだったかな。そんなアニメあったんかな。はーい、お前知らんのに出てくるな。よし、やっていきますよ。あやつじアリスさん、よろしくお願いしますね。はーい。もうこの女出てこんでいいじゃろ。ここは聖限界学園。聖限界学園。なんか性的に限界の学園みたいな感じになってるの。いやらしいですね。なんか全国からお嬢様が集う学びの、何読むんですか。わからん、なんて読むんじゃこれ。あなたはそこに通うお嬢様です。わしらがお嬢様なんじゃな。じゃあ俺らもお嬢様っぽくやらないといけませんわね。やらんでいいと思う。あなたは親友のあやつじアリスと教室に向かっています。あ、あやつじアリスの親友なんじゃ。なるほどな。破滅の刃、面白いですわね。なんか聞いたことある名前じゃない。聞いたことありますね。最近人気すぎてコミックスの単行本の売り上げがワンピースを超えてるっていう、あの漫画ですね。漫画は初めて読みましたが、すっかり夢中になってしまいました。漫画を貸してくださってありがとうございます。アリスなら気に入ると思ったよ。ページをめくる手が止まらなくて最新話まで読んでしまいましたわ。私は特に、なんて読むんこれ。わからん漢字がたびたび出てくる。わしら漢字弱いからの。ひさめって読むそうです。調べてきたからな、ちゃんと。ひさめって読みます。
私は特にヒサメ様を推しておりますの。クールキャラでありながら弟、またわからん名前がね。じゃあこれちょっと なんで検索すればいいんだ。わからん。お、大事にする慈悲深い姿、それにハンバーグがお好きというギャップ萌え、とどめにフランス人とのハーフ、属性欲張りステーキですわ。何言ったのじゃこいつ。ほんとたまりませんわ。なんか喋り方が VTuber の月のミドみたいな感じですね。アリスもすっかりオタクに私の影響を受けすぎたみたい。そういえば今日は雑誌の発売日じゃない。そうですわ。あー、早く最新話を読みた。今週の破滅読みまして、まさかウサメ様が死ぬなんて驚きです。あ、やっちゃったこれ。やりましたねこれ。そんな一番やばいネタバレをさ聞かせちゃいけない人に。え、でもアリスちゃんがもしかしたら耳悪い子で聞こえてないという可能性もあるかな。それはない、聞こえちゃってる。これは聞こえてなかったらゲーム的にどうかしてるやつ。え、やばい顔になっちゃった。なんかスクールデイズが起きそうですね。どういうことですの。やばいやつじゃの。やばいやつですね。そのうち包丁とか主人公にぶっ刺すタイプのヒロインですね。あ、アリス昼休み。何事もなかったかのように見えるけど、これが序章。そうでしょうね。セバスチャンに雑誌を買わせてこっそり読んでしまいました。でもおかげで展開は把握できました。ヒサメ様、おかばってお亡くなりに。読めんからな。どう頑張っても逆立ちしても読めんからな。神様が逆立ちしても読めない漢字、これ皆さん読み方を教えてください。え、マジですの。こうなったアリスはやばい。やばい、ほらプンプンしてるからの。もう見た目からにやばいですね。やばいという3文字以外浮かんできませんからね。わしは可愛いって文字は出てくるけどな。なるべく推しキャラの死を思い出させないようにしないと。アリスが限界になったらゲームオーバー。それはこれはそういうゲームです。そういうゲームなんじゃ。お腹減ったし食堂に行こうよ。そうですわね。結構なんか掃除機やりそうやの。うん、なんか家のお金でひさめの掃除機やりそうですねこの女の子。さっき前の悲しい顔どこ行ったんじゃ。もう秒で忘れてますね。この子食べるの大好きかね。バイキングだからって取りすぎは具の骨頂ですわ。でもローストビーフは原価が高そうでつい惹かれますわね。金持ちの学校、お嬢様学校ですからね。ローストビーフなんか俺25年間生きてきた中で見たことあるだろうか。もしかしたらあるかもしれない。あるんかい。アリス元気が出てきたみたい。元気が出てくるのが一番じゃぞ。そうですね。ねえ、あれを食べようよ。え、ハンバーグじゃろ。ハンバーグですね。あ、待てよ、ハンバーグダメだろお前。ハンバーグはヒサメの好きな好物だろお前。そうだった、ハンバーグとか連想させるようなやつじゃん。なんでハンバーグがさあるんか。グラタンだよグラタン。そうじゃ、グラタンじゃ。グラタンもたまにはいいですわね。グラコロってほぼ小麦粉でできてるんですのよ、ご存知。知っとったか、刹那圭介。そもそもグラコロって何ですか。え、うん、まあそろそろ席に着こうか。何色の椅子に座ろうかな。あ、これ青ダメじゃないやつやな。青ダメですねこれ。ヒサメって言うからね、青色を連想しそうな気がするもん。雨だもの。けどこれ赤って血の色じゃないのかの。どういう死に方にかにもよる。でもカバって死んだってことはさ、カバった上で血まみれになって赤色になったっていう可能性もある。これはちょっと分からんけどの。けどさ、ヒサメって言うからには青がチャーム。てかキャラの絵で撮ったけどね、水色ですよね。そうじゃの。どっちかって言ったら赤の方が安泰な気がするわ。そうですよね、赤いきましょう。赤い方の椅子にしようか。
学園のご飯美味しいよね。大丈夫だったようでじゃの。そうやね。ここには専属のシェフがいるんですの。確か欧州の国で修行を積んだとか。なんかすごいところ豪華じゃの。直撃の相馬の話をしてるんだろうか。そうだったね。修行を積んだ国って、国にもなんか、あ、そっか、フランスのハーフとか言っとったの。なんかこれ、これまでのことを覚えとったら全部クリアできるやつね、これ。なんか逆にですね、どう選んだらどうなるかっていうのを見てみたいと思うんですよね。そうじゃの、一回見てみるか。やってみましょう。フランス人一瞬で変わった、一瞬で変わった決定機押した瞬間に化けたの、これ。なんかちょっと前振りとかあるかなと思ったけど、ね、オフランスは翡翠様のお母様の母国ですわ。こうなったら現地にお尻ついて思いを馳せるしかないですわ。アリスはその後自家用ジェット機でフランスに行ってしまった。何でも破滅の刃に怒りのある血を全て言われる。最後読めんかったの。読めませんでしたね。途中からやらせてもらえるんじゃの？みたいですね。オートセーブがあったわ。やったぜ。じゃあオランダね。ふふ、オランダ帰りのシェフなんてなんだかおしゃれですわね。いた。大丈夫？ごめんなさい。目にゴミが。え、これわからんぞ。なにこれ？左目かな？右目かな？どっちでもいいだろうが。どっちも変わらんからな。え、翡翠だろ？え、関係あるこれ？バックステのキャブサマさん、あなたの左目には何もないよ。え、ああ、翡翠様とおっしゃいました。翡翠様、アニメでまだ登場してないですよ。知らんわ。アニメで翡翠様に沼った紳士尽くしが原作を読んだらどうするんですか。なんだね、あまじきみに長文投稿してきますわ。もちろんストーリー的に意味のある詩なら悲しいですけど受け入れるしかないと思っていますの。でももしも編集や作者が話題になるからこうしましょうよみたいなノリで決定されたら、あらららあらららあらららディエンド、思いつきもちゅう表明。結局のところ最後の方読めんかったの。読ませてもらえませんでしたね。戻ってくる。左目をひさめって連想するやつおるんかの。いないと思います。右目選びます。これは読めんかった。でもお気にならささらず、この程度のゴミならすぐに取れますわ。頭の中のひさめというゴミ取ってくれ。しそんなこと言ったらほんまに暴れる。ゴミとか言ったら暴れるから、この人。さあ午後の授業もしっかり受けましょう。うん、そうだね、プロテインだね。よかった、なんとか乗り越えられた。ほんまじゃ、何言っとんじゃ今さら。ほんとですよね。取り身出しすぎだったもんな、選択肢1個次第でね。今朝は取り身出してごめんなさい。翡翠様の死少し受け入れてきましたわ。え、そうなの。正直おフラグがビンビン出したし、うん、落ち首がビンビンみたいな感じで言うんじゃない。そんなこと言わせるんじゃないわ。ヒサメ様が亡くなるのは覚悟しておりました。死んだからといってヒサメ様は虚無になるわけではありません。ヒスギ様の生きた奇跡、それはきっと世界に刻まれていますわ。はぁ、なんかさ、こういうアニメのキャラクター、漫画のキャラクターを一人の人物として捉えるっていうのは素敵じゃよな。そうですね、感受性豊かな女の子ですね。だから推しの死は意義があると今はそう思えるですわ。そうじゃの。そうですよ、メインキャラクターが死ぬっていうのはね、それだけでも名場面になりますから映えるんですよ。このメインキャラクターの死がね、今後主人公たちの後押しになってくれるんですよ。そういうアニメだからこそメインキャラクターを死なせるっていうね、ストーリー上の意味があるんです。うん、死んだからって終わりじゃない。今ならワンチャンス、スピンオフもあるかもよ。その手がありました。
集英社にいくら積めばよいかしら。金の力でどうにかしようとしておる。金持ちの発想。それに兄の会社には知り合いがいます。かやと恐怖で経営者を支配すればいいのですわ。恐怖。ああ、さっき見ましたからね。恐怖見たの。お、穏便な方法を使ってクリア。視線をくぐり抜けた。あと2話あるんですね、こういう展開が。おぞましい、おぞましいぞアリスちゃん。アニメの出来がくす。これよくあるパターンのやつ。原作レイプとかいうやつじゃの。そうですね、アニメ化してみたらさ、あのだいぶ設定変えられたみたいなアニメもたまにありますからね。屋敷の壁をすべてブルーにしましたの。これで翡翠様をいつでも思い出せますわ。心がブルーなのはどうなのかの。いや、そんなこと言わんといて。しししし、思い切りがいいね。確かに。あんだけ引きさめにれん、ちょっとかすっとるぐらいでさ、暴走してる女がよく言うぜ。翡翠様の傷もかなり癒えましたわ。よかったの。そうですね。この顔。もう癒えてなかったらこんな顔はできん。うん。それに私、新しい作品を読みましたの。今度はなんて漫画、新しい世界に入ってきてますね。少し古いのですが、なんて読むんこれ。神明祈願かな。神明祈願ですわ。和風ファンタジーバトル漫画です。全35巻、ようてして監督しましたわ。やはり時代を超えて人気のある作品は面白いですわね。ああ、要はスラムダンクみたいな感じじゃの。そうですね、例えるならそんな感じだろう。ああ、最近アニメやってたよ、リクールで。昔の作品を今アニメ化するのって流行ってるね。やってませんわよ。え？神明祈願は人気の作品ですが、一度もアニメ化されてないですわ。アニメなんて存在しませんのよ。あ、出来が悪かったアニメ版を記憶から抹消してる。アリスちゃん、物事っての失敗から全てを学ぶことってあるんじゃないの。いや、そうかもしれんけど、クソの出来だったらクソなんですよ。爆発の神様さん、アニメってそんなものなんです。また刺激しないようにしなきゃ。これさ、この主人公のあなたってやつ、相当裏で病んでるんじゃないかの。そうですね、これなんか気を使いすぎて、逆にこっちが病んできちゃいそうみたいな、そういう病んでる友達を持った優しい親友ですよね。美術の時間。よし、今日はアニメについて話をするぞ。やめて先生。ダメ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 ティーチャー、お前の先生ダメティーチャー。タイミング。学園の柔軟な学力カリキュラムがアドニー。アリス平気かな。柔軟って、ほら、ちょっと嫌そうな顔になってる。デリカシーないよ先生。不穏だけど、まだ平気そう。アニメってのは魂という意味があることは、アニメが言語なんか。古くは壁画の時代から生き物の動きを絵に映しているという技術が存在した。人々は時を圧縮して絵の中に閉じ込めるように。なこれ、時間の圧縮なんてすごいね。先生のズボンのチャック開いて。そんなところを注目してんの。女子生徒とは思えんところに注目してますね。でもね、こういう下ネタっていうのをね入れていくぐらいの間柄であってほしいですよね、女の子同士って。お前どんな妄想してんの。キャー、本当ですわ。指摘するべきでしょうか。思春期の女の子だ。ちょっと頬をあくらめてないのかな。先生、ご会長ですわよ。あ、本当だ、すまない。それじゃあアニメの歴史を見ていこう。あ、なんか突破しましたね。なんか逆にうまくいったの。
先生、ありがとう。ご会長していてありがとう。ダメティーチャー、ご会長してくれてありがとう。あどう、あなたのおかげで一つ目の関門を突破しましたよ。世界初の長編アニメは1937年に発表された白雪姫。当時は映画館で1時間もアニメ見るなんてありなかったそうだ。今じゃアニメ映画は大人気だな。深夜の劇場版も多い。俺としてはね、来年の2月にあの白箱が映画化されるってことで、それ見に行きたいと思ってるんですよね。白箱でどんなアニメ？アニメ会社で勤める女の子が、まあ、奮闘するアニメって言えばいいかな。みんなの好きなアニメも劇場版があるかもな。劇場版？やばいぞ。アニメクソアニメでももしかしたら劇場版ができるかも。それがもしかしたらさらになるクソを生むかもしれない。やっちゃいましたね。人名なんて読みよったか、さっきまでこれをなんで読みよったかも忘れてきたわ。読めなさすぎ、漢字読めなさすぎ。人名祈願もトーナメント編を映画するとか、しかも実写化企画も進行中なんて噂も。それは実写じゃないですかね。あーでもどうなんだろう、実写化したらさ、実写化したでクソになるっていう原作もあるよね。なんか実写にするのに、なんか実写向けに設定変えるときってあるよな。実写にしてうまくいった映画ってどっちかっていうと少ない傾向があるような気がする。だから実写は逆にダメな気がする。ストレートに劇場版にした方がいいかもしれない。実は劇場版は少し楽しみにしてますのよ。やったぜ。やったの。これはちょっとつもりさしてきたぞ。トーナメント編なら2時間で収まりそうですし、それに花江直樹さんかな、で、あ、映画で出る新キャラに声を当てますの。結構知っとるんじゃの。そうですね、オタクってのはね、結構情報をめちゃくちゃ調べますからね。もう今の情報社会ではね、情報を知ってる者勝ちですよね。ここだけは音響監督と解釈一緒ですわ。ああ、花江直樹さんって、なんかさっきからディスコードポンポンなってますね。止めろ！ああ、花江直樹さんって、ひさめの声をやってる声優さんだっけ？先生も学生時代はアニメが好きだった。文化祭じゃアニメキャラの格好をして踊ったんだ。今じゃ仕事に追われて、新しいものを見る体力もないし。こんな先生には昔の名作リバイバルがちょうどいいよな。なんかこれ嫌な予感がするの。そうですね、このまま話を続けさせたらさ、さっき言った何やったっけ、なんとか祈願の話になりそうな気がする。先生が好きだったのはね、なんとか祈願っていう話なんだ。でーやめさせよ。先生、その辺にした方が。そうだな、本題に戻ろう。しかし、先生の好きな作品はマイナーだからリメイクされないんだ。今はリメイクで盛り上がってる作品が羨ましいよ。はははなんでじゃ？なんでだよ。なんでそうなるんだ？阿部教官の間違いでなくて？意味のない設定変改変、ガタガタの脚本、作画崩壊、アーキクロ8に放送延期、控えめに言ってく。排泄物ですわ。やめろ、排泄物って言った方が想像しやすくなってしまう。どうして誰も得しない状況になるんですの。辛いですわ。お昼休みに校内放送でハレハレ愉快流してきますわ。鈴宮春日じゃん。やりたい放題、 SOS 団の団員になれるぞ。あやつに帰ってこい。アリスは放送室を乗っ取ってアリスを追かけた。だがそのアニメは放送年が2006年、令和の高校生が知っているはずもなく、学園のお嬢様は何の曲かしらと首をかしげた。知らんの？鈴宮春日知らんの？結構有名。でもよくよく考えてみたら13年前のアニメ。もうそんだけ時が経っている。ライトノベルの最終巻が出たのが何年前だったっけな。俺が高校生の時の話だ。やらせる方が良かったんですね。
人生何があるかわからんの。ただ、すべてのアニメがカニ、あ、カニ、あ、カ、カニアニメ。カニアニメって何？何その…でも、先生思うんだ。わざとつまらない作品を作っている人はいないって。クリエイターにとって作品はみんな大切な子供だ。だからさ、少し変なアニメでも許してやってほしい。先生は、そう思うな。先生、何の立場の人間？なんか、自分の子供をちょっとかばうような言い方。子供をやったことだ、許してくれ、みたいな感じ。それとこれとは別のお話ですわ。あれ？なんで？なんでその顔になるん？やめて。やめて！かわいし、回避したんじゃないの？回避。アリス、大丈夫？ええ、ノートに我が子を食らうサトゥールヌスを書いてたら落ち着いてきましたわ。何？サトゥールヌスって。いくらひどくても、アニメ自体をなかったこととして扱うのも変ですわね。気づいたか？そう、気づいたのか、お嬢ちゃん。そうだよ。それを踏み台にして、次のアニメでもしかしたら監督さんがうまくやってるかもしれない。あれはまた一つの形。それに、私の理想は原作です。私は、私を信じたい公式を信じればいいだけですわ。その通り。そっか、折り合いがついてたら。よかった。そうだ、これをどうぞ。なんだ？あなたに新名キーランを全巻あげますわ。ぜひお読みくださいませ。ブックオフで売るのめんどくさなっただけだろ。私の読み子としてはなく、ちゃんと新品を買いましたわよ。全件でかい、ありがとう。ありがとう。ありがとう、かっこ重い。まあ確かに重いでしょうね。36巻だったっけ。そういう意味の重さじゃないけど。授業中だぞ。これクリアって言っていいんですかね。なんかクリアした気分にはなってないですね。そうじゃの、なんか失敗続きやったしの、勝った気がしないよの。よっしゃ、3話いきましょう。第3話、公式と解釈違いですわ。ああ、これもありますね。そうよの、公式とね。なんか話終わってパッシングを食らった後で、こういう解釈でやりましたよみたいな感じで、パッチ、さらにパッシングを受けた、そういうアニメ会社あるよの。そうですね。へえ、ひさめの生誕祭をやるんだ。はい、各界の要人も呼ぶ予定ですの。7段立てのケーキも用意しましたわ。もう本当に葬式やろうとしてるよね。葬式っぽいな、これ。あ、ケーキやけん葬式ではないんやけど、なんかもうさっき言った葬式と近いものをやるよね。逆に生誕祭をやるんやな。誕生日か。場所は池袋サンシャインの噴水広場です。よかったら来てくださいね。金持ちっていいよの、こんなことを開けるんじゃから。そうですね。うん、きっと行くよ。あら、破滅の刃の公式役が更新されてますわね。アドブラブラ、なんじゃこれ。学園ハンサムかっていうような声の出方しましたけど、どうしたの。翡翠様が私の遊んでいるソシャゲのコラボイベントに出演なさりますわ。よかったじゃないですか。そうなんだ、やったじゃない。というか、ソシャゲやってたの。ただ私はいつまでもバッカ金できる経済的強者なので、まだ無課金だったのですが。言い方気をつけようね。半角買えるぞ。その経済的弱者だから半角買うぞ。ここで課金してひさめ様の経済効果を運営の方に分からせましてよ。あー、怖い怖い。翡翠様、ひさめ様ガチャで日本 GDP 手上げですわ。おーほっほっほっほ。テンション上がりすぎて雑なお嬢様笑いが。でもアリスが楽しそうでよかった。これでなんでこの後事件起こるかの。わかりませんね、この女の子。オタクの女の子ってわかんない。本当にわかんない。わからん、なんでそんなことになるんじゃ。みんな目が死んでる。逆漫画日和だよ。あ、ひさめ様はこんなこと言いませんわ。
あ、解釈ってそういうことか。あー、なんかブリーチでもあったの。確かパズドラのブリーチの石田ウリュンのスキルの名前がもうツイッターで流行ったコラのセリフだったよね。そういうのあったんじゃの。そう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 、後で訂正されたんやけどね、あの原作で一回も喋ったことのないセリフで、勝手になんかネットで流行ったセリフをね付け加えられたっていうね。このストーリーお読みになって。うわ、弟はどうでもいいってセリフはまずい。ヒサメはのたルルルルのために生きているようなものなのに。これ原作者が会社に入っているはずですわ。なぜこんなとことに。とりあえずスマホしまおう。先生が来たら怒られるし。それに今日の放課後は生徒会でティーパーでしょ。そうでした。久々に生徒会の方をお話しを。あやつじさん、ここにいらしたのね。誰か来た。モリッスさん。あ、生徒会初期のモリスさん。なぜか副会長のアリスを敵対してるんだよね。アリスさん、今日のお茶会には出席なさるのよね。多分こんな感じのいやらしい喋り方だと思う。偏見じゃけど。めえ、もちろんですわ。最近顔を出してなくてごめんなさいね。それはマカーニゲームに難しいからではなくて。そんなことありませんわ。絶対図星。それに今の時期は生徒会も。ほんと漢字読めんの。そうですね。ヒサメさんも今のうちに。ヒサメさんだったっけ。モリス、ヒサメってなんだろ。ヒサメってどこから出てきたの。モリスさんも今のうちにゆっくり羽を伸ばして。そんなわけにはいきません。生徒会にはエーテルを働かないと。あやつじさん、最近頼んでらしてよ。前のあなたはそんな性格ではなかったですわ。確かに新しい趣味を始めましたわ。面白い物語をたしなんだり、好きな殿方のお話をしたりしてますの。なんか言い方だけ綺麗じゃの。言い方だけ腐ってないですね。要はアダクになったんでしょう。バレたの。バレましたね。そんなの、そんなの。どうしよう、モリスさんヒートアップしてるよ。これ逆に止めたらダメなやつじゃないかの。そうかもしれない。止めないでおこう。逆にそうじゃの。なんか止めない方がいいかもしれん。言い争いした方がいいかもしれん。アニメがどうとか、ひさめたまとか、そんなくだらないままにうつすを残さないでください。え、そう、モリスさんは否定なさるのね。ごめんなさい。今日のお茶会にはちゃんと出ますから、少し保健室で休んできますわ。お、なんかちょっと薬になってきたかもしれない。逆に良かったかもしれんの。ちょっと休んで、ちょっと休んでね。ね、また元気ね。元気なアリスちゃんを見せてほしいの。あ、趣味を否定されたアリスの顔はひどく悲しげに見えた。あ、なんか一番やっちゃいけないことをやってしまった気分。そうじゃの。自分の好きな趣味の話とかをね、否定するのってね、本当に良くないことですからね。無意識のうちとはいえ、ひどいことをやってしまった気分です。反省しよう。反省しようの。でもお題だって、自分を否定されたらああなるのは当たりかもしれない。なんかエッジエンドっていうのちょっといやらしいですね。不思議、不謹慎なこと言うな。お前エッジ好きを否定しないでみたいな感じになってますからね。やっぱ止めましょうや。そうじゃの。落ち着いて、モリスさん。アリスは漫画にかまけて生徒会の仕事をサボってるの。そういうことだわ。ただ前は忙しくなっても生徒会室で集まったりおしゃべりしてたのに、最近はあなたのばかりお話ししてるんだもの。あ、嫉妬だな、モリスさん。嫉妬は見にくいぞ、モリスさん。私寂しくて。まあそうだったのね。気づかなくてごめんなさい。でもね、破滅の刃面白いんですのよ。ちょうど一巻がここにあるから読んでくださる。誘ってる。オタクの道に誘ってる。サスケ、
お宅に誘っている女の子を見た時の俳句。おじい様が好きな時代劇に似てますわ。でもグロテスクでなくて。大丈夫ですわ。言うほど残酷な描写はありませんわ。これが鬼滅の刃だったらね、サイクロステーキ先輩っていう人がいます。誰じゃそれ。名前の通りサイクロステーキになりましたです。わからん。でも絵が少し独特ね。大丈夫ですわ。読んでるうちに慣れますわ。ちなみに切なケースケは絵が受け付けないとまず読みません。これで終わりですな。続きが気になりますわ。でも気になっているそうですね。モリスさんはちゃんと次の回を読みたいそうにしているそうですね。あら、よろしければ全巻お貸ししますわ。ありがとうございます、マヤツジさん。いいんですのよ。ようこそこちら側へ。誘った、誘いました。オタクの門を蹴る。君はオタクの仲間入りさ。悪いことを考えてる時の笑顔だ。腹黒。あれ、アリス、何か落としたよ。誕生日おめでとうございます。それに高級レストランへの招待券。これって誰の。あら、見られて、というかお忘れですの。今日はあなたの誕生日でしょう。ん、そうだった、今日誕生日じゃん。メルマガのクーポンしか祝ってくれないから忘れてたよ。悲しい。おかわいそう。って、そうじゃないのです。わあ、かわいい。ご、ほん、改めましてお誕生日おめでとうございます。私、あなたには感謝してますの。破滅の刃を貸してもらってから私は漫画やアニメの面白さを知りました。推しキャラが死んだり原作改編に怒り狂ったり辛いことも経験しましたけど、それ以上に喜びを得ましたわ。私をこの世界に呼んでくれたあなたにここからのプレゼントです。これからも一緒にオタクライフを楽しみますわね。うん、でもね、一つの選択肢でやめてね、あんな闇落ちの世界に入るの。闇落ちの呼吸と呼ぶよ、それ。もちろん、ずっと一緒だよ。あら、また、破滅の刃公式に更新が。まあ、見てくださいまし。どうした？劇場版、しかも主役がヒサメ様と、これ、翡翠って読むんかな、今頃やけど。今頃どうでもいいと思う。え、ひルルルル、もうひって言うからには翡翠な気がしてきた。その子、私が一番好きなキャラだよ。やりましたわね。公開初日に仮病学校欠席視聴安定ですわ。なかったらしい仮病、やめろ。楽しみ。カバンにグズいっぱいつけてこ。あら、これ見よがしなオタクアピールを発してなくってよ。限界オタクお嬢様なら推しの色の宝石を身につけるのがドレスコードでしてよ。そんなリッチなドレスコード知らん。あ、そうだよね。それ私もいていいかしら。構わんですわ。私たちはみんな、なんやったっけ、性限界学園。そう、性限界学園、性的限界学園。つまりあなたも私も限界オタクお嬢様なのですわ。そうはよね。そうはよね。では早速推しに合う石を宝石衣装に探してもらいますわ。ええ、その前に翡翠様の生誕祭に行きましょう。すべての推しと推し作品に祝福を。あほ。よかったんじゃないですかね。ゲームを遊んでくださったすべての限界オタクお嬢様に感謝を。なんじゃこのゲーム。